うじまい TV 始まるよ。私待つわ、いつまでも待つわ、たとえあなたが振り向いてくれなくても。ということで始まりました。本日もご覧いただきましてありがとうございます。うじまい TV スタート、イエイイエイイエイ。うじまい TV とは、私宇治家舞が毎日一曲ずつ心を込めて歌った歌をアップしていく、そんなチャンネルになっております。本日のうじまい TV はアミンさんのカバーで待つわです。待つわ来た、待つ来た。いや、私コーラスハモるのとか大好きなんですね。で、今日も実は3月3日ですよね。今日もシンガーソングライターの中里岳さんっていう方のね、レコ発バースデーワンマンライブの、コーラスサポートさせていただいてるんですけれども、いやー、なんかあれですね、ハモる気持ちよさ、この曲はね、私がもし分身できたら絶対に歌いたい曲です。で、今日はサポートギター辻村隆なんですけれども、彼もね、こういいコーラスしてくれるじゃないですか。だから今日はちょっと、まあ、お願いして、2人でこういいハーモニーでねお届けしていきます。で、松はね、イメージ的には、私のイメージ的にはですよ、結構若めの女の子の歌かなって思ってたんですけど、実際歌ってみて、で彼のギターと合わせてみて、ちょっとね、主人公のね、女性の年齢を上げてしまいました私ぐらい、私よりちょい上ぐらいかな、はい、になってます。はい、いや、そんなところもなんか耳で聞いて感じていただけたら嬉しいです。はい、いや、もううじまい TV 本当自由にねやらせていただいてます。カバーと言いつつ、まあ私の解釈で、うじまいなりに、うじまい的に披露してるわけですけれども、まあそれが時にちょっとうんってなったり、あ、いいじゃんってなったりね、まあそれぞれあるかと思うんですけれども、まあ皆さんにちょっとでも心地よい時間届けられれば嬉しいです。はい、明日からまた月曜日ですよ。皆さん張り切っていきましょうね。ということで、3月6日のうじまい TV はアミンさんのカバーで待つわです。聞いてください、どうぞ。私の子
めて